エチマカス。違う。パッと目が覚めたら、はぁーって言われてる。お前その顔、イラつくもんなんか俺。何でお前間があったんでしょう。その間がおかしいやろ、お前。あっ、めっちゃ入った。あ、翔くんおんの？静かにして。あ、いますって。翔くんの現場ですから。翔くんおんの？いますって。あ、静かにして。こんにちは。おはようございます。おはようございます。おはよう。おう。何年金？ 20 年金ぐらい。今ですか？まあ、そんぐらいですね。約30年金。のやつに聞くのもなんですけど。はい。なんですか、なんですか。ちょっと見て稼い。汚いです。おい。ミアは汚いですって言った。おい。何ですか。今日は何で撮るか知ったか。いやいや、それ30年金取るって言ったじゃん。そうだよ。じゃあミアでカメラでいい。30年金の前に聞きたいことある。お前ら俺に内緒で同棲しようよ。同棲してますよね。え、僕に、あれ言ってないの。え、聞いてない。返してもらっていいですか。今さら聞いて。何でもないでしょ。同棲したい。幸せそうな顔してるね。おもろすぎる。やめても、もうやめて。誰が社長だ。もうなるからでしょ。幸せそうな顔。今日ショックの現場に行くとちょっとルンルンしようと思う運転が。もう前の車と距離近い近い。いや距離はお前車間取るよとか言ってんの。取っとるわ。前トラックだったからさ、前のめっちゃってるから。ショックに会えてる、会えるみたいな。いや会えるって、もう朝会ってるから。でも毎日会えないんだろうって言って帰ってくるの。毎日8時9時毎日会ってる。あ、まずずっと起きてるんだ。8時9時だよ。なんか小学生さすがに8時9時来るなんか。お前そう、もう離婚だぞ俺。8時に寝るって。でも何その絶対起きてるから。あ、そんなもっと遅くなる。9時10時もあるか。10時もある。相当ちょっと本当俺が叩かれることですけど、職人の体験はもう本当に助けてください。一人方でも2、3人でもいいし、まあ4、5人常時来てくれてもいいけど、ちょっと人手が足りてなくて、現場ちょっと大きいの受けちゃったからね、だいぶがっちりいたいと思います。まあまあ、金額ある程度相談するけど、まあ、うちもそんなに、やっぱお客さん、民間もあるし、あんまりいい値段って取るわけじゃないんでね、はい、2万円前後ぐらいしかないと思うけど、もう家取らせるよ。それは嫌だ。あっ、めっちゃ入った。嘘つくじゃん。ごめんごめん。嘘。まあまあな勢いでいたからね。悪いです。嘘。ひどもキャー上がった。ひどもキャー上がった。自分も痛くなった。自分もあーびっくりしてる。あばらがグリーンさ。お前セックスばっかしてるのよ。してねえ。嬉しいです。何でお前間があったんでしょう。その間がおかしいやろ、お前。やってないよね。やってないです。やる元気もないか。だってもう毎日遅いしね。あ、遅いしね。そんな元気なら仕事頑張っていただいて。おすぐさんだけどね。だってお前その顔がイラつくもんなんか俺。遅いしね、それで。もう撮らんね。いや、自然なさっきの顔撮りたい。マジで。な。カメラ向いた顔と全然違うもん、お前。幸せそうな顔。え、目がちょっと疲れてるもんね。でも疲れは取れないですね。でも毎日そのやっぱアドレナリンでやってるみたいな感じです。あ、寝るしかねえみたいな。みんなそうだろ、全員。全員そうです。ちょっと、どにげえなぁ。かわいそうだな。罪悪感が。この10分、そのまま帰りが10分遅れたらね。そういうことだもんね。でも本当帰ってきてからみんなの愚痴って、もう疲れた、しか言わんすよね。ちょっとなんとかちょっと人集めなかったな。ちょっと本当、なんか毎日でもスポットでも。まあ、ちょっと、うん、だけどね、やってみたいじゃないな、そうですけど、まあ、はい、まあ、僕らも、YouTube やってるで、こういうね、キャラ立ててやってるけど、まあ、本当に普通の足場会社と変わんないと思いますよ、本当に。自分まで、厳しい。とりあえず落ち着くのが明日、朝ってだけなんですよ。明日ってからね。また、忙しいです。いつぐらいか。でも、本当、年末までずっとっすね。もう、マンション。年末？いや、でも、工程決まっと。いつも決まってます。うわ、年内に出る人、うん、まあね、まあ結構求人も来てくれて、で俺が担当なのでこの間もさ、あ、明日からまた会いたいって電話するの増えちゃって、はい、1時間ぐらい経って電話したら、でも眠くなっちゃった。
一回応募して、ちょっと俺の連絡が遅くて、また興味あるっていうふうに電話してください。はい、で、まあ今、性格重視するもね、まあ、たとえ10年やっとっても断っちゃうやつはちょっと断っちゃうんで、性格がいいとか悪いじゃなくて、合う合わんがある。みんなと。みんなと。うん、で、俺はまあどっちかちょっと、なんか自分が独立していきたいとか、頑張っていきたいとかいう子の方がいいかなと思って、取るようにしてるけど、まあ、合う合わんってね。まあ、邪魔しつつ帰るかじゃん。そうですね。まあ、お前らどうせ話まだ終わってないんだけど。終わってないんですか？だってお前寮出たんだろう。はい。それはちらっと聞いたけど、確かに。はいはい、大して考えてなかったもん、お前ら出る。いいね、何々、いいだろう、いいね。カットするかもしれないけど。だって、ああ、ちょっと待ってね、そういうことか。1ヶ月ぐらい。はい、1ヶ月、今で1ヶ月ぐらい。1ヶ月え、そんなに経ってない？いや、もう来月で1ヶ月ぐらい。もうすぐで行ったら、3週間ぐらい。お前、その顔、マジで言っちゃったよ、お前、ほんと。イラつく顔しちゃんなお前お前バカーってカメラ向けたら普通にいいやつですよ。でも3週間ぐらい幸せは絶頂だろ、ぶっちゃけ。まあまあ、で人生初同棲じゃない。そうですね、家出たの初めてだから。今そうだすねって言うからお前そうだすいですねっていう感じだよお前今そうだすいですねって家出たのが初めて。家出たのがそれ、パパと離れ離れ初めて。で飯も作るの。お前があの動画でやばかったよ。ちょっと成長してるんです、そっから。だから全然食べれます。うまいっすね。だけどなんかショーも作るって言ったさ。そう、たまに作ってくれる。もう作ってあげるから、はい、買い物とかお前が行ってあげたりするんだろ。あのそう、たまに行けるときは行くよ。ちょっとお前、好感だ。なお前ら2人とも、好感のカップルだから。決め顔してるから。決め顔してるね、今の確実にね。なよ、一緒に住んで、向こう大丈夫だな、お前。どうですか？そう、お前一緒に住んで。お前の性格上。いや、正直。イライラしんの？イライラしてます。だってお前の性格上だって、ミオなんか、俺も合わんと思う。こういうのがあるんだけど。どういうこと？合わんって性格上。ガー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 言われたら、うんうん、もう俺はすぐ飛んじゃうから。もうガーガー言われたら、もうすぐ無理だもん。え、でもミオそんな最近はないよね。それは俺、参加したからね。そう。なんで、なんで。え、マジ最初めっちゃ言ったったんですよ。どういうこと？ボロッカス行くから。そういうとこよ、お前。いやいや、ミオもさ、言っちゃうからさ。ああ、言っちゃうんだ。そう。うん、まあ、ムカついたら言わんと気が済まんから言っちゃうじゃん。ああ、言うんだ。そう。でって怒られて。なんて怒った言い過ぎじゃない？え、そう。言ったら、その内容が夜寝させてくれないんですよ。違う。違う。どういうこと？パッと目覚めたら、はぁーって言わはぁーミオだーって言ってる。違う。そういうことじゃない、そういう面じゃない。僕は帰り遅いんで、うん、ずっと待ってるわけです。ああ、わかるわかる。接客帰ってきて。飯食って、風呂入ってすぐ寝るだけなんで。うん。全然喋る。すぐ寝ようとしたら、やっぱ怒ってきて。なんで、一緒に住んだ意味ないじゃん、とか。そういうことじゃない。そうなんですかね。喋ろうみたいな。じゃあ、ご飯中ぐらい今日あった出来事ちょっと喋ってもいいじゃん。それすらも聞いてくれなかった。声が出ろ、お前。モザイクかかってる。何て言ってもいいじゃん。モザイク。パクだな、パクみたいな喋り方みたいな。ね、やめて。ワーチョブラいいじゃん。よくない喋りたいな、みたいな。ご飯中ぐらいちょっと。片言で喋る。で、それ、だってか。それで怒るんだ。ちょっとなんかムカついたんだ、その時しかも。なんかちょっとその時なんかわからんけど。腹立って。俺喋らんからな。え、喋る。普段めっちゃ喋るんだって。あ、そうなの。うん。疲れとるときやっぱ喋れるじゃないですか。うん、もう見せて、はい、寝てえわってないから。お前、チラチラ、お前怒っとるか確認しながら喋るんだまあまあ、動画でみんな、面白い。まあ、ちょっとサービス精神に行っとるんだけど、わー行ったの。バーは行ってないね。ここはね、そう、あっとる間違いとどうでもいいけど、言われることがないの。あっとるとか間違いとるとどうでもいい。めっちゃうざい。いや、ほんと男ってそうなのよ。アホだから。アドレナリンが出ちゃうから、もう出ちゃう。もう出ちゃう。俺たち。もう、わーってやったら、わーってなっちゃう。そうなるから、もう合ってるとか、じゃどっちが合ってるとか間違えてるもうその、もう議論がもう腹立ちますよ。いや、悟しっていう言葉を覚えてる。悟すみたいな。こうだよね。私も、入ってきてやっぱ喋りたかったんだよ、みたいな。そんな風に言っても絶対、あ、ごめんとかしか言わないじゃん。だけど、まあ、それしょうがない。めっちゃ顔浅いんだって、本当に。お前カメラ回せやじゃん、顔も。嫌だ。回せやじゃん。嫌だよ。そうしたらお前そう人の顔を乗るもん。全身。男はほんとそうだよ。いやだけど。いつか飛ぶぞ。俺はもう飛ぶもん。親がよく言う。もう飛ぶしかない。それあったのとか混ぜるよ。どういうの？あ、トカゲトカゲ。え、めっちゃいいじゃん。え、無理でしょ。こっち来た。捕まえて。捕まえて。もう持っとるか。トカゲはないっすね。あ、トカゲはない。うわ、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 こっち来た。
で、どんくさい人みたいになったので。いや、どこだ、怖いんだわ。ほら、そこの、これ。いや、触るよ、マジで。持って帰って。は？持って帰ってどうしよう。買う。あ、出てきたんじゃない？あ、こっちこっちこっち。ちょっと来ない。触るよ。あ、僕は全然。あ、ここここここ、ほら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 、おじいちゃんみたいになってる。ちょっとこれ任せない、まずちょっと一回喋らんで。一緒に住むときと今で言ったら、アイラブポイント、アップとかダウンとか。今日みゆちゃんが何のことでいいですか？はい。はい。はい。もう完全にアップだろ。楽しい毎日、幸せハッピー。そう、そうだよな、多分。はい。じゃあ、ポイントアップと、はい、ちょっと足場の応援。はい。ぜひ、足場の会場もね、ドキドキ来てくれてるんで、ぜひ、また会場に来てください。お願いします。うん。で、足場の職人さん。してください。お願いします。うん、よろしくお願いします。また見てねー。本当綺麗な。めっちゃ綺麗。テカテカ。作業とか。カポとクラが。気持ちいい。そもそもテップに寝てない、テッカテカ。こういう色はまた映えるよ、うん、和風じゃん、撮ってても分かりやすい。そうそうそう、和風だもん、ね、いろんな色がコントラストがあるじゃん。うん、外からめっちゃ綺麗、うん、綺麗、うん、いい感じ、めっちゃ強い、うん。